アイオワスピードウェイはアメリカ合衆国のオーバルトラック。アイオワ州ニュートンに所在し、デモイン東方を30マイルに位置する。全長7、8マイルのオーバルトラックで、リッチモンドインターナショナルレースウェイによく似た D シェイプ型である。設計者は元ナスカードライバーのラスティウ・オレス。レーシングドライバー経験者が設計した珍しいトラックである。 コーナーは12度から14度のプログレッシブバンクになっていて、ウォレス曰くストックカーが3ワイドで走行することを想定した設計である。2万5000以上の座席があり、バックストレッチにはキャンピングカー用の幹線エリアが存在する。インディカーシリーズではダウンホース指向のロードコース用に近いエアロパーツが使用される。周回平均速度は 時速 300km 弱と、決して速くはないが、マシンの調子が良ければ、ほぼ全開で周回できる。インディカーの場合3ワイドにはならないものの、D シェイプオーバルらしい、サイドバイサイドの長期戦が見られる。フラッグスタンドコースは2006年9月にオープンし、ソイバイディーゼル250が開催される D ハワードが優勝した。2007年より、 インディカーシリーズのアイオワコーンインディ250が開催される。2008年のレースでは、武藤秀則が日本人最高位体の2位。2011年には佐藤拓馬が日本人ドライバー初のポールポジションを獲得した。インディカーシリーズでは2012年以降予選をヒートレース方式で実施している。アイオワスピードウェイアッツシーティング4順にインディカーシリーズレース。 2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年6月1日閲覧ありがとうございます。